はい、13番ホールにやってきました。カン君とのマッチプレー対決、はい、はい、頑張っていきたいと思います。はい、はい、どう？覚えてる覚えてる覚えてる写真のやつね、うん、覚えてますよ。あの翔太さん好きだな。あの顔本当に俺忘れられない。あの入れとくね、うん、写真、あ、写真を入れときます。話題の写真ですね。そう、あれはいい顔だったな。ね、本当にこれは元気かな。おお、ちょっとでも戻ってきた。ナイスです。おお、ちょっと左、いや左行くね。まあ問題はないけど、うん、山のところ、うん、多分雷角だと思うけど、ワイワイ飛んでくれてる。うん、またなんか嫌なところにバンカーありますね。ねえ、手前に難しい、ね、難しい。うん、いやらしい。うん、ウィンザーパーク。そう、ウィンザーパーク。ウィンザーパーク。これもまた長いね。長い。左足下がりですね。そう、しかもつま先下がりだから。うん、ね。複合ライン。ちょっとアイアンで、あ、やっぱそういう時はアイアンなんですね。こういうの見といた方がいい。いや本当勉強ない。私ウッドで打っちゃうから。MC リーちゃん。はい。全部ウッドで。そう、全部ウッドで。攻めタイプ。なんだろうか。なんだろうか。ウッドで行くんだ。で、ウッドじゃないよって言われるね。うん、これが正しい攻め。なるほど。ちょっと次回。生かします、うん、1メートル先とかだったらまた変わってくるから。あ、そっか、うん、そうですね。まあそうだよね、台がねちょっと、うん、乗せないって思ったらやっぱアイアンで刻むみたいな感じがいいんですかね。ウッドで飛ばすよりも、うん、そうですね、どうせ乗んないから、うん、あ、そうですか、うん、あんま飛ばないからなんかついウッドで打っちゃうんですよね。確かにね、マネジメントって難しいですよね、うんうん、やっぱスーパースターすごい背中で光ってる。本当だ、光ってるもん背中が、うん、あ、なんかやってる。お、いいんじゃないですか。うん、でもナイスオン、すごい。ね、そのワッペンめっちゃ可愛い。これいいでしょ。うん、見て見て。これ。これね、工場長がね、うん、デザインしたの。へえ。アルファの工場長は。おしゃれ、これ可愛い。ね。うん、めっちゃ可愛い。100枚ぐらいあげる。100枚ぐらいあげる。じゃあみなみちゃんつけてもらおう。こっちもこんな。ね、その辺につけてもらって。今日俺が勝ったら、うん、あのつけてもらう、ワッペン次回の撮影つけてもらう。おー、いいですね。あ、そうしようか。うん、いいですね。で、負けたら。いいね、うん、なんか何かみなみちゃんのボール欲しいな、負けたら、うん、おー、いいですね、全部宣伝なんだ。もうめちゃめちゃいい子です、ね、じゃあ、はい、その勝負でいきましょうか、はい、行きましょう、はい、はい、はい、なんでそんな顔ちっちゃいのに目大きいの。ね、目クリクリしてるよね、うん、急に褒めてくれるね今ふと思った。おー、ちょっと短い、下すくっちゃったかな、ね、まあまあでもいいんじゃないでしょうか。でも綺麗だね、やっぱりすってまっすぐ行くもんね。本当、そうね、うん、嬉しいな。ちょっと忘れてワッペンをかけての最近だからな、ね、いやー、なんかなんとも言えないよね、両方応援したいけどワッペンつけてほしいみたいな。じゃあ、うん、俺負けたら、うん、アルファチームでなんかごちそうしよっか、うん、そうだね、お、そしていいですね、そしてとかで、みなみちゃん何が好きですか。ご飯、ご飯やっぱ焼肉かな。お、焼肉なんだ、ね、あ、だ、じゃあみんなでさ、そうそうそう、ホルモンって行こう、そうしよう、そうしよう、ね、成田にある、打ち上げしましょうよ。あ、いいね、いいね、あ、いいね、成田合宿、最高最高、うち布団あるからね。あ、じゃあみんな本当の合宿だね。本当にみんなでたまに雑魚寝する。あ、いい、最高最高。
いい音。ナイス。すごい、T も刺さったよ。T も刺さった。刺さりました。これもし曲がったらもう一回こっから打とうと思って。あ、なるほど、予備だったんだ。そうそうそう。やっぱスターになるとそれぐらいできるですね。そうなんだよ、ね。そんな技もあるんだね。エンターテイメントだから。さすがです。ゴルフはエンターテイメント。ナイス。なんか勝負らしくなってきた ね, ね。あれベスポジ。最短で。飛んでない結構。飛んだ。なんか射速が違う。いややっぱうまいな。すごいいい勝負になってきました。いい勝負にしないとちょっと、ね、私のチャンネルなのに。確かに。やっと本気だったんだよ。そうやっと本気。ちょっとハンデあげようかなと。なるほどね。面白くするためにね。なるほど。優しいね。優しいですね。優しいんですよ。優しい。おお。これ飛びすぎてない？ちょっと大きかった？あ、でもいいかな。ね、うん、でも多分戻った。大丈夫と思う。うんうん。持ち玉ドローです。持ち玉ドローです。あ、そうなんだ。そう、でもなんか今日ね、うんうん、あんま。出ない？ないんだけど。あら。元々はドロー。でかいかも。あ、そうかな。乗ったかどうか。うん。戻った感じ。まあ、乗ってないにしても数分ぐらいだね。うんうん。130までやってる。うん。5人で130。まあでも性別が違うから。まあまあ性別違うけど。確かに性別違うけど、普通の男性でも。乗ってるかな。乗ってる？見えた見えた。見えた。はい。難しいラインに来ちゃった。こんなに下ってるんだ。ウィンザーあるあるです。うんうん。逆に俺多分これ相当重いと思う。あ、そうなんだ、逆なんだ。スライスがこれね。わあ、弱いんだ。ナイス、うまい。今のはナイスです。これがやっぱり、ね、うん。加藤家の。売れました。加藤家の食卓？加藤家の食卓。加藤家の血を継いだ人、パッティングが。おお、入った。いい勝負ですね。分けましたね、ここはね。ねそう、加藤家の数字はみんな、うんうん、あ、そうなんだ。有名だよね。有名です。有名。加藤家。覚えとこ。そう。ありがとうございます。一族みんなパターンが上手。そうなの？ママは上手いですね。ママ会いたいね。本当？え、ママに？入ったよ。ママに？私でもパパにかも。あ、パパになんだ。ママ美人。いやね。うん。ミノちゃん可愛いもん、可愛い系だもんね。我ながらママは、うん、じゃあ美男美女の間に生まれたんですね。そういうことにしますか、ね、そういうことにしとこう、ね、飼ってる犬まで可愛い。あ、そうなの。犬はマジ可愛い。そうなんだ。犬に激似なぬいぐるみがカン君の車にあってそうそうそう、めっちゃ朝から癒され癒されたあれ鳥なんだそう、でもめっちゃ可愛いからシマエナガ。シマエナガ可愛いよね。俺実物見てみたい。シマエナガ。確かになかなかね。うん、あの、ね、知らない？知らない。北海道の北海道の。あんな真っ白。真っ白真っ白。どうなんだ。調べてみよう。ね、
左。でかい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 。ああ。ちょっと奥、左奥。でかい。でもこれぐらいじゃない？うん。ね、でも、うん、そうだね、ナイスオンです。決まった。うん。だってまっすぐ飛んだもんね。ね、ちょっと、うん、いや右のバンカーめっちゃ気になっちゃった。ね、確かに右のバンカーが本当に怖い。コロングパット。そうね。バーディーチャンスなのか。うん。ボギーピンチ。ピンチ。怖いね。バーディーチャンスですかね。お。あ、激音。またちょっとドロドロ。なんか同じ感じ。またドロドロね。グリーン上でいつもドロって。お、惜しい、めちゃめちゃ惜しい。おー惜しい、同じ。はい、分けましたね。分けましたね。アップか、うん、やべ、2個も負けてる。アップドーミーってやつだね。そうだね。あ、そっか、うん、アップドーミーだ。はい、アップドーミーで2本目はここで最後ですね。はい、そうですね。私の2ダウンで迎える最終回です。はい、はい、どうですか使用感。いや、めっちゃいいです。アプローチした感じがすごくいい。うわ、売れました。売れましたね。概要欄に、あ、そうですね、概要欄に貼っておくので皆さんぜひ。でも品切れだから今工場フル稼働でね、作ってるから。そう、頑張ってます。なんで後半も見てください。